つは第3位から。さあ、おい、中田、中田から、ありがとうございます。嬉しい、中田です。中田、中田、嬉しいね。いや、ありがたいですね。なんかでも、これなんか私服がおしゃれなメンバーをそのメンバーにアンケート取って、確か前に西野七瀬、斉藤飛鳥、中田だったんですよ。その時3位だったんですよ。で、なーちゃん卒業したから2位ちょっと狙ってました。登場か、私服がおしゃれランキング第2位。2位、え、2位、3、あ、ごめんなさい、3、あ、新規ですね。まくられました。まくられました運勢をね、梅沢、わかるわ、梅沢、はい、梅、嬉しい、梅2位ですよ。ありがとうございます。私服がおしゃれなメンバーに嬉しい。どうしましょう、嬉しいです。中田、これは納得ですか？はい、いや、もう納得なんですけど、以前46時間テレビをやった時に、あの、みなみちゃん私の私服すごい好きって言ってくれたんで、はいはい、まあ実質2位でもいいかなっていう気もする。で、1位は、ドルルルルザン、斉藤飛鳥。やっぱりそうなんだな、飛鳥ちゃん1位、飛鳥ちゃんやりましたよ。よかったですね。よかった、入りました。嬉しいですか？安心しました。中田も飛鳥ちゃんに入れてます。嬉しい。めちゃくちゃ細いし、似合うものも難しいのかなと思いますが、必ず似合っているものを着てます。続いて梅、はい、2位の梅も入れております。あ、やった、ものの1位だ。自分が好きなものへの追求の仕方がすごいなと思います。おしゃれなメンバーが多いですが、飛鳥さんは変わったデザインの服を着ているイメージがあります。以前お仕事が一緒だった時、ご一緒したタレントさんの服のブランドを一瞬で当てているのを見て、知識もあるし、本当に服が好きなんだなと思いました。